ッキーです。今日は京王線千川駅にあります福田カフェにやってきました。本日のお目当てはズバリマメラーです。マメラー食べたことありますか？早速行ってみましょう。食べたものでできている、すごく好きなフレーズですね。オーガニックフライドポテト、ようやく塩です。サラダも充実ですね。あ、テンペ使ってるんだ。テンペも、ね、最近人気ありますよね。パンもこだわってますね。あ、白砂糖不使用。そしてじゃーん、本日の目当てはこちらです。ナミラ豆乳ラーメン、楽しみです。オーダーしてみたいと思います。早速いただいてみたいと思います。わあ、いや、なんか香りは本当にそのまま普通のラーメンと同じですね。いただいてみたいと思います。スープから。すごいコクがあって、動物性を使っていないとは思いませんね。全然わかんない。ちょっと麺もいただいてみたいと思います。ちょっと具をご紹介します。具は麺ともやし、シャキシャキのもやしが入っています。あと白髪ネギと、あ、これお肉と見せかけて、あ、これお豆腐です。お豆腐のステーキが乗ってます。ちょっとじゃあお豆腐のステーキ、美味しい。味がしっかりついてますね。麺をいただいてみたいと思います。あ、これがビーガンなんだ。いただきます。すごく歯ごたえがしっかりしていて、あ、なんか小麦がなんかすごく、小麦の香りがする。美味しい。麺はストレートの麺ですけど、すごく豆乳のスープに絡んでます。とっても美味しいです。これもやっぱりビーガンなんですか？あ、そうです、もちろんビーガンで、全てオールビーガンでお作りしています。もう見た感じ全然わかんないですね。ありがとうございます。じゃあちょっといただいてみたいと思います。
では早速いただきます。うん、チョコレートがすごく濃厚です。なんかやかんかの甘みってなんかすごく柔らかい甘みなのでガツンとしてなくって、うん、すごく食べやすいです。なんかいくらでも食べれちゃいそうです。アイスはのアイスと全然変わりなくて、もう豆乳で作ったのかな。でもココナッツの風味がすごく効いてますね、うん、あの後からココナッツがすごく香ってきます。うーん、美味しい。生地もチョコレートが効いていてとっても美味しいです。ちょっとお話を聞いてみたいと思います。それでは、とびしえのかなさんにお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。こちらのヴィーガンのケーキの特徴というかポイントって何ですか？ポイントはヴィーガンであることはもちろんなので卵とか乳製品一切使ってないんですけども、うん、お砂糖は一切使ってなくて、うん、ラカンパ使ってます。赤顆粒のみで、甘みをつけているので、うん、その黒糖のような感じの甘みなんですけど、うん、それがチョコレートの味をすごく引き立てるというか、うん、旨味を引き出す効果があるので、うん、普通の天才糖とかで作っても美味しいんですけど、うん、より旨味が引き出ていて味がクリアでスッキリしている、後味がスッキリするんです、うん、そうですよね、うん、あとは小麦粉も使ってないので、あ、米粉なの？そうです。なんか米粉の割にはすごいしっとり。米粉ってなんか米粉独特な生地になったりするじゃないですか。そう、難しいですよね。うん、全然わからなかった。なるほど、そうなんですか。じゃあこれチョコレートも手作りで、チョコレートも手作りで、お砂糖が混ざってるチョコレートを使ってなくて、100% カカオ。カカオマス。カカオマスで。から、ココナッツオイルでちょっとまろやかさを出したりとか、乳化させて、しっとりなめらかみたいなチョコレートクリームを作ってます。でもラカンパ使ってるっていうのは、糖質オフとか今結構されてる方がいらっしゃるから、はい、糖質オフの方とかにもいいですよね。あ、そうですね。一応カロリーゼロというふうに言われているので、そういった方にも。健康を考える方にはあまりそのゼロだからといって、ああ、そうですね、そういうところでは、うん、お店としては気をつけてくださいね。ゼロだからいいのねとかではないんですけど、うん、でも通常のスイーツよりはずっとヘルシーで、そうですね、ラカンパのすごいところは、うん、抗酸化力がすごい高いので、うん、お肌が綺麗になったり、うん、お腹の調子が良くなったり、花粉症が治ったり冷え症が治ったり、体の悪いところをデトックスしてくれる作用がある。なんで糖質が少ないとかカロリーがないっていうことよりも、うん、食べてきれいになるみたいな方が、うちとしてはおすすめをしてお伝えしています。私にぴったりです。ああ、そうなんです。食べてきれいになるっていいですね。罪悪感なくてね。とっても美味しかったです。ありがとうございました。かなさんでした。それではここからは店長の山木田さんにお話を伺ってみたいと思います。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は豆だんを食べに来たんですけど、はいはい、すごいめちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます、はい、で実は私、はい、ビーガンラーメン初めてだった。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんか結構自分ではその、はい、ビーガンラーメンっぽいものをね作ったりしてたんです、カッペリーニを使ってコブで材料を取って担々麺みたいなのしたんですけど、なんか実際に本物を食べたのは初めてだったんです。あ、そうなんですか。はい、なんかもう感動的な美味しさです。ありがとうございます。コクがあって、はい、なんかスープがねすごい本当にビーガンと思えないぐらいのコクと、まあ、まろやかさとかあったんですけど、はいはい、なんかちょっとその辺の、まあ、マメラに関して、まあ、秘密を教えていただけたらと思います。そうですね、秘密っていうかその、まあ、目指しているところというのが、うん、やっぱりその
ビーガンではない普通の男性とかがラーメン屋行って、例えば二郎とか食べてるような人たちも来て満足できるような味っていうのをずっと目指してました。どうしてもそのビーガンとかの店行くと、そのビーガンの店みたいな、わかります、味薄いから嫌なんだいう感じで、そのお互いのその食の違いでね、ちょっと行く店も限られちゃってなっちゃう時に、まあ、うちだったらその全然普通の食生活、まあある意味で言うとそのジャンクフードとかで慣れちゃったした、でもそのパンチがある味で、なおかつ体にいいものっていう、まあところを目指してるので、そうですね、コクとか、力強い味っていうのは、そのそういうのおっしゃっていただけると、まあ、一番嬉しいポイントかなと思います。本当にね、すごいパンチがあるってすごいぴったりの言葉ですよね。そうなんです。なんでその、まあ、スープもそうなんですけど、大体その豆乳でスープ作るお店は結構あると思うんですけど、うちの場合やっぱり 100% なんで、豆乳のだから何かその出汁で割ったりとかしなくて、豆乳の中に出汁がこう混ざってて、まあ、なんていうんですかね、ラーメンと、まあ、カルボナーラの、まあ、アイノコみたいな、だからラーメンでもない、パスタでもないっていうことで、マメラーっていう名前にしてます。うちのオリジナルの、その、まあ、麺、ヌードルっていう意味で、なんで、まあ、カルボナーラの濃厚さのような、味を出して、あと、麺ですよね。麺も、やっぱりその、小麦も選んでですね、麺屋さんの特注で発注してるんで、その麺だけ食べても、すごく味が濃くて、パンチがあるっていうものをやっぱ掛け合わせてるので、両方掛け合わせたときに、やっぱ、すごい味の強さが出てくるっていうのは秘密でありますね。そうですね、なんかすごい本当にバランスがすごい取れてて、本当に男性でも喜んでね、お腹いっぱいになるものですよね。そうですね、今日はそのマメラーをいただいたんですけど、はい、それその他のなんかメニューでこのお店ならではのこだわりみたいなのありますか？そうですね、やっぱスイーツが他のお店に比べれば、やっぱり味噌がで、そのビーガンの、まあ、専門、それだけ作ってるわけではないですけども、まあ、もうかれこれ12、3年ぐらい経ちますよね、そのビーガンスイーツっていうの。長いですね。なので、その頃はもうやっぱりその材料なんかも、今は随分ね、増えてきましたけど、やっぱアメリカから持ってこないとなかったりとか、いうので、わざわざそのアメリカまでビーガンの研究行って、で、食べて、で、まあ、アメリカの食材買って持ってて、料理作ってみたいな、いうことも。していたものですから、もうずっとそのぐらいの蓄積研究ですよ、ね、蓄積があって、ビーガンですとなかなか、なんていうんですかね、本当にその素材の味がこうシンプルに分かっちゃうので、こう組み合わせ次第で、本当にいろんな複雑な組み合わせで、味をこうトータルとかしていくみたいなところがあって、肉だったら肉とか、バターだったらバターみたいな味の強さがありますけど、デザートなんかもその最初は、やっぱうちの一番特徴があるデザートといえば、ラカンカチョコレートケーキ。食べました。美味しかったです。チョコが美味しかったです。そうなんです。あれもね、ラカンカ自体は結構なんですかね、漢方にも入ってる、もうなんかちょっと癖がどっちかというと、ちょっとこう薬っぽいじゃないですけど、独特の香りとか味があって、あれを最初こうスイーツに使ってこういろいろチョコとかで混ぜた時に、やっぱりね、ぶつかっちゃって喧嘩しちゃって、これちょっと。ビーガンはねみたいないうのがあったんですけど、それでもまあ、諦めず何度も足したり引いたりとかしたら、なんとそのカカオとラカンカの説明マッチするなんかそのポイントみたいなのを見つけて、逆にそのラカンカを使うことによってそのカカオの香りと良さの最大限に生かされるみたいなことがカカオ反応みたいなのが起きてですね、それがやっぱり他のビーガンのケーキ食べるいろいろ食べてらっしゃるお客さんからも今が一番美味しいと言っていただける、まあ、自慢のね、商品かなと思いますね。なんかそうですね、配合がすごいんだなと思いました。ね、なんかラカンカ使うとやっぱりザラつきが出るものが ね、あるんですけど、なんかすごく美味しかったですね。でなんかその他のメニューもオーガニックの食材にこだわったり、まあ、添加物が不使用っていうのがね、店内の至るところに書いてありますけど、やっぱりそういうところもこだわりの、そうですね、どちらかというと、まあ、そこなんですよ、ね、一番大事にしてるのは、うちの店名がキックバックカフェって言うんですけど、キックバックってその
ちょっと日本人はね、嫌なイメージがあるんですけど、実はアメリカの絶望でリラックスしようという意味があって、もう、すべてお客様に本当に心からリラックスして、家に帰ってくるような感覚で、だからうちは、お水だけでもいいですよって言ったりもして。いいんですか、別にお水だけ飲みに行って、はい、話して、もうなんかもう今日イライラしてるわとか、もうなんか今日もう話聞いてほしいみたいな、言うだけ、もうとりあえず吐き出して、それで少しでも元気になって帰ってくれればいいよと、なので、そのアメリカ、スタバが確かに日本に来たのは1996年かな、5年かな、その1年後に実はうち来て、で、土学校で始めて、もう22年近くになるんですけど。なんですよ、アメリカではそのなんですか、ね、カフェっていう、まあ、今だいぶ日本でもカフェは人気が広がりましたけど、その例えばお母さんが、まあ、うちもその事務室があるんですけど、必ずその赤ちゃん預けられるベビーシッターがいたりとか、で夜になったミュージシャンが来て演奏があったりとか、とにかくそこに集う人たちがみんな顔見知りみたいな、みんなファミリーみたいな、で安心してそこのコミュニティに行って、まあ人間関係を作っていくっていう場所として、やっぱアメリカでそういう、まあ、先駆けてね、そういうカフェの文化を見てきた、まあ、オーナーが、まあ、日本にこういう場所があったり、学校に来たら、まあ、本当に安心できる場所っていうコミュニティを作りたいっていうところから来ていて、なんでリラックスしてほしいっていうところから、やっぱりそのそういうなんかコンセプトありながら、やっぱり安全じゃない食材をね提供して、いや矛盾してるなので、その食材もやっぱり安全安心と徹底的にこだわって、ね、やっぱり食べて体が元気になることによって心にも影響していくじゃないですか、どうしても。で風邪をひいてれば当然気持ち上げになりするし、でも逆にその何でしょう、心が健康であれば体も元気、両方まあすごく密接に関わっていると思うんですけど、なのでまず体の元気っていうものを、まあ、ここに来て取り戻してほしいなっていうところで、やっぱりコラクションを食品で使わないっていうところから、ヴィーガンっていう選択肢もやっぱ12、3年前に取り入れて、そうですね、なのでヴィーガンのお客さんがもう来ても OK だし、もちろん肉食の男子が来ても OK だし、みんなここに来れて、でも基本的には全部安心な食材を使って家庭に作りしているっていうのが、まあ、そのコンセプトに基づいたメニューの一部ですかね。ありがとうございます。いい、元気になって帰れそうです。よかったです。ありがとうございました。本日伺ったキックバックカフェ店長の柳田さんは、京都にあるヴィーガン専門店カフェプロヴァンスの立ち上げに携わった方で、食材にはかなりのこだわりを持っています。オーガニック、食品添加物使用、ビタミン、ミネラルたっぷりの食材を使い、日々心と体が喜ぶお料理を提供しています。キックバックとはアメリカの俗語で、リラックスしようという意味が込められています。皆さんもぜひリラックスしに訪れてみてくださいね。以上、ヴィーガンショコラティエミキティのヴィーガンレポートでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。